どうも、こんばんは、エネムです。今回は、東京グールリ、インボーク。メンテナンスが終わりまして、占領戦、16回の占領戦が始まると同時に、今月のリ、インボークフェスに、ついにですね、カグネを出したムツキが登場しました。調査部隊、ムツキ通るということで、かなりかっこいいイラストになっています。早速ですね、キャラ詳細の方見ていきましょう。いや、やっと来たね、ムツキ。もう待ってたぜ、マジで。髪が白いバージョンで出てくるかなと思ったけど、あれだね、ルシマ編のムツキだったね。ということで、まずアビリティ、流血の迫撃 GS ですね。これ、オールが持ってるやつと同じですね。で、HP が2000アップ。で、クリティカルかな。あ、攻撃力か。攻撃力アップ300、回避率アップ30。グールキラー WS マイナスということで、攻撃力も1620っていう、ね、めちゃくちゃ高い数値なんですが、防御力が540ちょっと低いですね。 HP も2000プラスされて13341、かなり高い数値となっています。まあ防御力はちょっと低い、っていうとこが痛いんですけど、回避率が上がっているかつこいつのスキルですね、こいつのスキルがですね、スキル1がちゃんとやれるかな、レベル5で2ターンの間味方全員の回避率を 30% アップさせるんで、まあ防御力低いけどまず攻撃当たんないよねっていうことですね、こいつには。はい。で、回避率 30% アップっていうのは結局のところ、除草重造だったのはちょっとあれ記憶が曖昧なんだけど、とか、まあ、死神ですよね。この前、リバイバルされてた死神廃生の、先輩特許だったんですけど、まあ、こいつは味方前衛に、死神廃生の能力を配布しますよということで、覚醒スキルですね。覚醒状態になり、自分の攻撃力を2倍にしてスキルゲージを2倍になる。で、3ターンは敵前衛を流血状態にする。敵前衛攻撃 1.8 倍の6連ダメ。これ 1.8 倍だったっけ、V ジャンプ公式チャンネルで発表されたやつは 1.6 だったような気もするんだけど、まあいいや。で、6ターン、じゃあ 1.8 倍で6連ダメージ与え、敵単体の武器耐久値マイナス7ですね。武器耐久値削りがあるのが非常に嬉しいところである。で、流血状態に確定でするんで、流血持ってるオールとか、ゴールデンウィークリゼとかもそうなのかな。だったよね。多分流血キャラだよね、あれって。で、組み合わせるとかなりいい感じになるんじゃないかなと、はい、思います。はい、確定枠まで回していきました。とりあえず1体確定で引きたいところだが、途中で出たらどうするかはちょっと考えようか。うん、まあ、ステップ5とか6で出てくれたら、まあ、そのままステップ7まで引くけど、1、2あたりで出たらまあそこでやめようかなとは思ってるんだが、まあ、最後まで引いちゃいそうだな。ちょっと 3D キャラ見ていいか。まず気になる 3D、 これあれだっけ、リーモーションついてるっけ。ついてるね。でこれってさ、このちゃんあの時間を稼ぎますのセリフって、あのオール戦、アニメではなかったオール戦の時のセリフだよね。ムツキですね、この黒マントかっこいい。あと眼帯ね、この黒い眼帯かっこいいですね。よし、ムツキはね、クインクスの中でもかなり好きなキャラクターですね。サイコも好きなんですけど、かっこいいよね、こう狂った系のキャラ好きなんで。さあさあさあ、ステップ1で出てくれても別にいいんですよ。まあそうだよね。まあ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 、まずは SR 混じり。まあこれね、レアだけとかいうすごいレアな演出はまあまあ前回までとしといて。おかしいな。おかしいな、これステップ3って SSR 確定だよね。おっと、ちょっと待って、これボックスの整理してなかったわ。はい、OK というわけで続き引いていこう。ステップ3、SSR 1体確定ですね。これは別にフェス限確定とかじゃなくて、普通に SSR が1体確定。3枚ぐらい出てくれてもいいんだよ。なるほどね。グールということで。2周年のスペシャルガシャが結構美味しかったですよね。どれぐらい出たんだろう、1周回しただけで。お、あやとじゃん。金木とね、有馬が出る、あのガシャが美味しすぎて、ちょっとフェスでは物足りないかもしれない。知れないんだけど、おマジでお前確定枠しか出ないつもりか。お前確定枠しか出ないつもりか、フェス。まあ前はね、月山とかだったのかな、フェスのこのピックアップのフェス限がステップ7とかまで行ったとしても 30% とか 50% とかいう確率でしか排出されなかったんで、
ちょっとアーマフェイス美味しくないよねっていう、そうなると。最近サイコとかこのムツキとかもそうなんだけど、絶対ステップ7まで引けば1枚は確定でくれるから。音、あ、なるほど、10日か。この10日もしかして熟練度 100% になったパターンかもしれんわ、もしかするとね。来い。お、いや、ちょっと待ってくれ、サイコ熟練度 100% なんだ。待って、サイコ、ここでサイコ引くな。あ、月山とかが欲しかった。あの、持ってないフェスゲンとしては月山と、あと犬猿なんですよね。ひどきたかったな。さあ、ステップ6ですね。まあ、お、本当に確定枠しかマジか。まあいいや、ちょっとダメージでかいよね。フェスゲンキャラって結構さ強いけど、まあ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 、さあ確定枠引いていくか。スペシャルもなんか月1で登場するのかなと思ったら、そういうわけでもないし、次何が出るかな、何ヶ月後になるんだろう、スペシャル枠で出るってなると。さあラスト、ムツキは1体排出確定だが、ここで3体くらい出てくれればお、来るんじゃないか、来るんじゃないか、これ来るんじゃないか、いわっちょおーい、いわおい、待ってくれよ、俺さこれ、いわっちょが毎回毎回ラストに出てくるオチなんなん、この岩っちょうちもうえっちゅうにはい、ということで今回は新しくフェスゲンで登場したムツキ、もうかなり強いキャラクターだと思うんで、俺おすすめなんですけど、ムツキを引いたんですけど、まあ安定のねオチはちゃんと回収していくぞということで、はい、お疲れ様でしたまた次回の実況動画でお会いしましょう。